ウィルトラップはアメリカ合衆国出身の同国代表サッカー選手。ミネソタユナイテッド FC 所属。ポジションは MF。地元クラブであるコロンバスクルーのアカデミー出身。高校卒業後、アクロン大学でのプレーを経て2012年12月にコロンバスクルーとホームグローンプレイヤー契約を結んだ。2013年7月7日のポートランドティンバーズ戦で プロデビュー2014年5月17日、聖キャプテンだったマイケル・パーク・ハーストの欠場に伴いゲームキャプテンを務めた。これにより、ホームグローンプレイヤーとしては MLS 史上初、かつ MLS 史上最年少のキャプテンとなった。2014年9月13日のヒューストン・ダイナモ戦でプロ初ゴールを決めた。2020年1月31日、 一般分配金10万ドル外国籍選手枠とのトレードでインテルマイアミ CF に移籍。ユース年代からアメリカが衆国代表に選出されている。2013年の FIFAU-20 ワールドカップと2016年のオリンピック予選大陸間プレイオフではチームのキャプテンを務めた。2015年1月28日、チリ代表の親善試合でフル代表初キャップを 獲得した母方の祖父はギリシャ人でセミプロのサッカー選手だった。2018年5月にギリシャの国籍、パスポートを取得したため EU のクラブへの移籍が容易になった。ありがとうございます。